はい、それではいきますよ。じゃあ皆さんミュートにお願いします。はい、それでは練習始め。それでは25分になりましたので、皆さんが練習お疲れ様でした。はい、それではさっき言ったように、今から1人ずつ弾いてもらいます。で、曲名を言って弾いてください。で、演奏が終わってから私が色々弾きます。はい、ではトップバッターで弾いてくれる人。じゃあゆうたくん行きましょう。ありがとう。じゃあみんなに教えてあげて、どんな練習したら効果的だよって。自分で弾いてる動画を撮って聞いて、そうなってるかとか、左手が大きすぎないかとかを聞いて練習してます。はい。みんな聞いた？自分の演奏を撮って自分で見返して。できてるかどうか聞きながら練習してるんだって。みんなも本番まであと1ヶ月あるからさ、やってみない？ね。みんなにこんな練習が効果的だよを教えてください。もうななちゃんが言ったように自分のやつを録音して聞くことが一番すごいショックを受けますけど、一番いいかと思います。はい、だそうです。ありがとうございます。今じゃあみんなにこの練習は効果的だよっていうのは何かあったら教えて。やっぱり8分音符とか16分音符とかそういうのが多くなってくると、イズム練習を全部ちゃんとやるのがいいと思います。みんなにこんな練習が効果的だよっていうのを教えてあげてくれる？みんな言ってたように動画撮ってみることと、あと練習方法っていうか、プロの人とかの演奏を聴いてみるってことも大事だと思います。はい、もう素晴らしい、さすがお姉ちゃん。はい、じゃあ今日もいい一日をお過ごしください。じゃあ皆さんお疲れ様でした。じゃあまたレッスンでお会いしましょう。はい、それではね、ありがとうございました。はい、じゃあね、さよなら。